なんだ、まだやってたのか。まあな、敵はいつ来るとも限らない。タルタロスの外まで見張ろうなんて、そう簡単にできるものか。本音を言えば力不足だな。私のペンタシレアでは情報収集はこの辺りが限界かもしれない。しかしペルソナの力というのは想像していたよりだいぶ幅広いものらしい。何しろ次々とペルソナを変えながら戦えるものまで現れたくらいだ。彼の能力には特別なものを感じる。まだ覚醒して間もないというのにな。確かにあんな奴が現れるとは驚きだ。しかしペルソナを使うのは俺たち自身。それを活かせるかはあいつ次第だな。これはシャドウの反応。なに、本当に見つけたのか。でも待て、反応が奇妙だ。大きすぎる。こんな敵は今まで。まさか先月出たのと同じでかいやつか。間違いないだろ。そうか、思いがけず楽しめそうじゃないか。他の3人を起こすぞ。なんすか、敵っすか。タルタロスの外でシャドウの反応が見つかった。詳しい状況はわからないが、先月出たような大物の可能性が高い。外に出た敵は仕留め逃すわけにはいかない。影時間は大半のものにとってないものだ。そこで街を壊されたりすれば矛盾が残る。それだけは絶対に避けたい。ま、要は倒しゃいいんでしょ。やってやるっすよ。またあんたは。秋彦はここで理事長を待て。冗談じゃない、俺も出る。まずは体を治す方が先だ。足手まといになる。なんだと。彼らだって戦えるさ。少なくとも今のお前よりはな。明彦、もっと彼らを信用してやれ。みんなもう実戦をこなしてるんだ。おとなしくここで理事長を待て。くそ。任してください。俺マジやりますから。仕方ないな。現場の指揮を頼む。やっぱこいつかよ。頼むぞ、できるな。つーか、なんかお前このままリーダーが定位置になりそうだよな。ま、別にいいけど。なら、3人は先行して出発だ。お前は外でのバックアップとなると準備がいるだろう。駅前で待っていてくれ。すぐに追いつく。了解です。じゃ、行きますか。まだかな。すぐ来んだろ。満月か。なんか影時間に見ると不気味ね。あ、なんだ。遅れてすまない。いいか、要点だけ言うぞ。情報のバックアップを今日はここから行う。君らの勝手はこれまで通りだ。
シャドウの位置は駅から少し行ったあたりにある列車の内部。そこまでは線路上を歩くことになる。え、線路を歩くってそれ危険なんじゃ。心配ない、影時間には機械は止まる。無論列車もだ、動くはずはない。いや、でもそのバイク、これは特別製だ。それに状況に変化があったら私が逐一伝える。よし、では作戦開始だ。はい。うっす、行ってくるっす。これだよね。3人とも聞こえるか？あ、はい、大丈夫です。今着いたんですけど、パッと見じゃ特に。敵の反応は間違いなくその列車からだ。3人とも離れすぎないように注意して侵入してくれ。わかりました。へへ、腕が鳴るぜ、つうかペルソナが鳴るぜ。覗かないでよ。これ人間つか乗客だよな。象徴化ってやつか。マジ気味悪い。でも影時間に気づいてない人って今の時間ないことになってんだよな。嫌なことならいっそ知らない方が幸せってか。あれ、ちょっと待って、こんな駅でもないとこに止まってんのにドア全開っておかし。かね、ちくしょう、やられた。つか指すっげえ痛えし。つか見て、ほらここんとこ指先へこんでんだろ。どうした、何があった。それが閉じ込められたみたいで。シャドウの仕業だな。確実に君らに気づいているということだ。何が来るかわからない。より一層注意して進んでくれ。了解です。出やがったな。待て、敵の行動が妙だ。嫌な予感。な、追っかけないと逃がしちまうっすよ。現場の指揮は君だ。この状況どう思う。私も同意見だ。部活に追うべきじゃない。なんでだよ、いちいちお前の意見なんかいらねえよ。あんなの俺らで倒せんじゃん。てか俺一人だってやれるっつろ。あ、こら、順平、危ない、行くのだ。じゃん、こうなっては仕方ない。とにかく君らも匂いを追ってくれ。このままでは格好撃破の的だ。もう順平のやつ、自分からはぐれてどうすんの。反応では何秒か先へ行ってるだけだ。わかりました、すぐ。邪魔だってのも。くそ、俺一人だって。こら、言
ワンコっちゃない、一人で勝手するからよ。もうで、大丈夫？大丈夫に決まってんだろ。つが、別に助けなんか。ちょっとあんたね。おい、気をつけろ。敵の動きが急に静まった。警戒を怠るな。わっと、なんだよ、動かねえんじゃなかったのかよ。どうやら列車全体がシャドウに支配されてるらしいな。らしいって、ちゃんと大丈夫なんですか？ギリギリセーフか？っておい、止まんねえじゃんか。そっか、ブレーキかかんないとすぐには。おい、どうした？前の列車はすぐそこだぞ。なあ、こんなもんの運転なんて分かっかよ。です。やば、私膝払ってる。ああ、もうめちゃめちゃ嫌な汗かいたっつーの。無事らしいな。今回はバックアップが至らなかった。すまない、私の力不足だ。シャドウの反応はもうない。よくやってくれた。安心して戻ってくれ。てか、ブレーキよくわかったね。また助けてもらっちゃった。ありがとう。俺だ。こちら現場だ。たった今、すべて片付いた。モノレールにも目立った被害はない。ご苦労様、キリジョー君。いや、列車を乗っ取られたと聞いたときは正直どうなるかと思ったけど、上出来だよ。これなら明日の朝刊に変な大見出しが出るようなことはなくて済むね。彼らがよくやってくれました。短期間で驚くほど成長しています。しかしシャドウの様子、ただごとじゃないですね。モノレールを乗っ取るなんて調子に乗りすぎてる。こちらでも調べてるよ。ついに始まったということなんでしょうか。うん、まだ早計には言えないけどね。とにかくまずは現れるきっかけを突き止めないことにはね。
いつもこんな土壇場までわからないのはどうにもまずい。私にもっと力があればみんなの負担を軽くできるんですが。気にしなくていいさ、君はよくやってくれてる。そんなことよりね、真田君さ、なんか飲み物持ってない？はあ？というか、行月さん、今日なんだか疲れてませんか？まさか、表に止めてあった自転車。明日、いや、明後日あたり筋肉痛かな、こりゃ。先輩、全開したそうですね。おめでとうっす。復帰メニューが山積みだ。丸一月サボってたわけだからな。急に無理するとまた折れちゃいません？そうも言ってられない。新たなペルソナ使いも見つかったしな。お、新戦力ってことすか？もしかして女子とか？女子だ。うちの高等部2年、山岸風花。3人とも知ってるか？山岸？あ、確か E 組の。なんか体が弱いとかで学校ではあんま見ないような。俺たちのいた病院へ来てたらしい。それで適性が見つかった。しかし素養があっても体がそれじゃ戦いは無理かもな。召喚器も用意したんだから。もう諦めちゃうんすか？せっかく俺が手取り足取り個人レッスンとか。何？そのかわいそうな動物を見るような目は。見んなよ、俺を見んなよ。